連邦区の行政区画連邦区は、ブラジルの中西部に位置する連邦政府の直轄区、首都ブラジリアを内包する。ブラジリアを設置するために、ゴイアス州から分割された。行政上は、他の26州と同格の存在として扱われ、州知事と同格の連邦区知事が置かれる。ブラジルの5つの地域区分の中では中西部に区分される。 南東で100メートルほど、ミナスジェライス州と隣接する以外は、ゴヤス州に囲まれている。1956年、同年1月によってジュセリーのクビチェック大統領によって、セント計画が実行に移され、3年10ヶ月の歳月をかけ、新首都ブラジリアが建設された。1960年4月21日、ブラジル政府は、 リオデジャネイロからブラジリアへと遷都した。ブラジリアへの遷都が行われる以前の連邦直轄区は今日のリオデジャネイロ市を指し、行政上、連邦直轄区は1889年に当時のリオデジャネイロ市に置かれたものをその起源とする。以後、今日、リオデジャネイロ市と呼ばれる都市に、ほぼ相当する区域が連邦直轄区であったが、この遷都に伴い人並びに、 連邦直轄区としての地位を失った、道都市は、1960年に、グアナバラ州へと解消された。その後、グアナバラ州は1975年に、リオデジャネイロ州に組み込まれるまで存続し、リオデジャネイロ州に併合されるに伴い、リオデジャネイロ市へと解消され今日に至る。1962年に設立された、ブラジリア大学がある。ブラジリア連邦直轄区は、 ブラジリア同様にほぼ無人といって良い地帯から造成されたため、都市建設のための労働者のほかは、連邦政府の官僚や都市生活を支えるための最低限の従業員などで、それら最初期の住人の中でも特に都市建設に携わった労働者には、寒暖後という呼称が与えられている。連邦区の行政区画国政では、 連邦の国民会議会員8議席、上院3議席が割り当てられている。大統領選挙では、左派政党が最多得票を得ることが多かったが、近年は流動的である。地方自治では、地方議会の連邦直轄区立法議員と連邦区知事が設けられている。両機関は、ブラジリアを含めた連邦直轄区内の自治を担う。 ブラジル全体の首都であり、連邦区の主婦にあたるブラジリアはもともと100万人の人口を支える都市機能を備える前提で建設された都市であるが、その複雑な都市機能から発展は緩やかなものとなっており、ブラジリア市内には主に連邦政府の職員、各国大使館職員ら比較的裕福な住人が住み、その他の従業員らはブラジリアで働くにもかかわらず、ブラジリアと 同時期に入植と開発が始まった連邦直轄区内の近隣都市に住まざるを得ない状況となっている。当時ブラジルでも東大一の建築家とみなされていたルシオ・コスタを要し国家管理の計画都市であり首都として開発されたブラジリアこそ一定の発展を見ているがそうした恩恵を受けていない近隣都市の開発は不十分な状態にあり連邦直轄区内でも ブラジリアの住人と隣接する他の市の住人との間では格差が生じている。衛生都市とのバランスを欠いた建設計画については、ブラジリアが計画都市として失敗作との悪名を追う一因ともなっており、この問題は建設から40年余りを経た2000年代に入ってなお解消されていない。連邦直轄区の旗の城は平和を象徴し、 中央の黄色と緑は、ブラジル国旗に基づいた配色である。加えて、黄色で描かれた四本の矢は、ブラジルの先住民族を表し、それが、東西南北の四方を指すことで権力の中枢である、ことを暗示するとともに、この十字は、ペドロ・アルバレス・カブラルを導いた南十字星をも、意味している。中央部分においても、矢の羽の部分で、 正方形をしたひし形を描くことで、中央にひし形を持つブラジル国旗を引用している。この旗の図案は、詩人のギリエル・メジ・アルメーダによって考案され、法令1090号に基づき1969年4月25日から用いられるようになった。連邦直轄区の扱いがそうであるように、この旗についても他の州の周期と同格の扱いを受ける。ありがとうございます。